どうも、銀コツオです。銀コツオ、どうもよろしくお願いします。それを嘘でして、ハリウッドザコシショウです。いやー、あれですね、もう寒くなりまして、もうね、もう年末が近いということでね、うじゃうじゃしておりますけどもね、今日はひどいホームページのコーナーですね。いろいろね、いろんなホームページありますけどもね、これはひどいっていうね、ホームページを紹介するっていうコーナーです。ひどいならホームページ紹介したくていいんじゃないかって話ですけども、そのひどさをみんなに分かってほしいからやってるんですよ。で、今日な、何のホームページかというと、ハリウッド軍団にいますよね。ほんと、郊外芸人。もう、自慢芸人。ね。ジャンボ中根ジュニアです。もう、ほんとね、ジャンボ中根ジュニアだけはね、ほんと、裏切られ続けてますからね、私。ね。ほんと、マジで、いつだかなんか、ね、モンハン、セカンド G の流行ってる時に、セカンド G 渡辺隆と、ね、やってて、あと、谷くんかな。4人でできるから、あと1人足りねえから、誰か誘おうかってなって、あ、中根さんやってますよね、つって。中根じゃ呼べよ、つってなって。じゃあ中根さん電話しますね、つったら。2つ返事で行きます、ってなってね。で、行きますって言ってて、で、それ電話切ってから、10分後ぐらいに、また電話かかってきて、すいません、今から営業なんで行けないです、つって。そんな断り方あります？いいです。行きますって言っといて、10分後に、今から営業だから行けない。その、夕方の、だって6時ぐらいだったよ。6時ぐらいで今から営業？おかしいよ。ねえ、それに、始まったことじゃないですけどね。いろいろありますよ、あいつには。病気じゃねえかなっていうぐらいの、ねえ、やばさですから。そんなジャンボ中根の、ホームページ。ね、今日は Facebook ですけど、見たいと思います。ご紹介したいと思います。ほんとね、人を不快にさせる天下一品ですから。はい、こちら。ね、もうこの時点でムカつくでしょ？ Facebook。ジャンボ中根、かっこジャンピオン。ね、白ひげかなんか知らんけど、これが中根ですよ。なあ、ムカつくね、ほんと。なあ、で、これもムカつくでしょ、この顔。なあ。もう、なんか、もっと悩み事がたくさん生まれればいいのに。はい、見ていきましょうか。ねえ、ほんとね、写真がムカつくんですよ。もう出たね。これ。見て、これ。これね、見てほら、この顔、ムカつくね、この顔。なんなん、この顔もムカつくわ。ムカつくわ。ほら、ムカつくわ、この顔。なんなんだよ、この顔。腹立つわ、もう腹立つよね、この顔。見てみるか。実弾生活2日目終了。知らねえっつの、実弾生活知らねえっつの。選曲万来、しょうもねえ。残り4個へ頑張って、知らねえわ。しょうもね。上演前からすでに全てキャンセル待ちの状態ですから、そういうこと書くんですよ。うん。水増し工業のくせにバカ野郎お前。もうムカつか、次。ああ、ムカつくね。実は14。幕が開きました。なんなんこれよ。なんなんだよ、気持ちの悪いわ。気持ちの悪い。ひどくね、この顔。気持ちの悪い。うわ、嫌なもん見たね、皆さん。嫌なもん見たわ、これ気持ちの悪いわ。おえ、おえつ、
気持ちの、あれ、この、ラインも気持ち悪いね、この、このライン。嫌なラインしてるわ。人を不快にさせるようなラインだね、これ。全体、ほらほら、気持ちの悪い。ここは気持ちの悪い、ここも気持ちの悪いわ。ほんと気持ち悪いわ。なんだ、こいつは。なんなんだよ。腹立つわ。もうこれはいいわ。ほら、これもムカつくね、この写真。見て。見て、この写真。なんなん、この写真。この表情。なんなん、この表情。ドヤ顔。やだな、このドヤ顔。ムカつくね。うん。この、なあ、半球ハゲ。ハゲ半球出して。恥ずかしいね。ハゲだね。ムカつくね。ハゲだけかなと思ったら、こんな気持ち悪い顔してるね。汚えね。顔が臭そうだね。いいよ、これは。また出た、また気持ち悪い。無限増殖だな、これ。無限一アップだよ。なんでインナーがレディースやねんと。ね。しょうもねえな、これ。気持ち悪いな。人のさ、人のこういうさ、人がこう上げてるやつをこういうね、中根が、何これよくわかんないですけど、ツイッターがリツイートみたいにしてんでしょ。これもムカつくよね。ほら、うわぁ、何これ。掘れば掘るほど出てくるんだ、気持ち悪い顔が。汚ねえなぁ、顔が汚い、顔が臭い。顔が臭い。ほら、これもムカつくね。もう間もなく第130回。たとえ、火の中、水の中、先行、何が先行配信なんだよ。この顔もムカつくしな。はぁ、平気ちゃった。平気ちゃった。ムカつく。これ、どういう表情やねん、この顔。奇跡の表情やな、これ。汚ねえな、ほんと。汚ねえ顔して。俺、TBS 荒引きなんて、お前、全然、一回ぐらいしか出てねえだろ、お前。書くなよ。ほら見て、ほら、今週のジャンプに乗っていましたが、テレビ東京系列18時からの放送の特捜警察ジャンポリスに本日コンビでネタが流れます。今回は関東はないと思いますが、見てください。こう自慢をね、するわけですよ。写真まで撮って。やだね。やだねったらやだね。ほんとやだ。自慢すんじゃねえよ。ほんとね、あっちのさ、なんていうん？ジャンプ側も、これをね、流すなよな。流さない方が面白いのに、ジャンピオンをな。中根は流さない方が面白いのに、収録までして、流さない方が面白いのに、分かってねえな、ほんと。ムカつく、ほら、顔。顔ムカつくね。ほらほら、ショールームで優勝したんだって、ムカつく。それもムカつく。見てくださった皆様、ありがとうございました。おかげさまで優勝することができました。優勝賞金は日々の生活に薄く溶かしていきたいと思います。あーしょうもねえ。芸人あるまじきコメントやな、これ。しょうもねえわ。顔がくせえわ。しょうもねえ。あーしょうもねえ。もうね、ほら、もう嫌な顔。あーやだ。やだ、嫌な顔。あーやだ。ああ、嫌な顔。ああ、嫌な顔。ああ、嫌な顔。もうええわ。もういいわ。俺、お前、なんか苦情来るわ。もういいわ。ね。はい。ぜひ、ね。気持ち悪くなりたい。もう、お酒飲んで、もう気持ち悪く、もう吐きそう。でも、なんかちょっと吐けない。っていう人は、ジャンボ中根のこの Facebook のページ見てくれたら、すぐ履けますんで、ね。有効利用していただけ、してください。
はい。で、決してジャンボ中野のことば嫌いじゃないんですよ。私。全然ね、後輩、あ、ジャンボ中野後輩ですし、ね、全然嫌いじゃないんですけど、なんか、憎らしき、憎らしい。ね、中根がニヤニヤしてるとムカつくんですよね。でも全然好きですよ。嫌いじゃないですよ。後輩なんでね。一緒にライブもしてますし、ハリウッド寄せで出ていただいてますし。でもね、なんかね、中根がニヤニヤしてると嫌なんですよね。はい。そんな不思議なジャンボ中根の顔も、お見知りおきよ。はい。というわけでね、今日は、ひどいホームページのコーナーでした。ありがとうございました。あー、嫌な顔。